エンゼルスの大谷翔平投手は7月31日、日本時間1日、敵地、ブレーブス戦に2番、指名打者で先発出場し、2回の第2打席で申告敬遠で勝負を避けられた。申告敬遠は3試合連続となり、地元放送局は面白くありません。特言を呈した。1点リードの2回、西三塁の場面で第2打席を迎えたが、相手ベンチは迷いなく敬遠を指示。ガーディアンズのラミレスを抜き、リーグ最多の13敬遠となった。エンゼルスの地元放送局、バリースポーツ、ウエストの実況ウェイン、ランダッツ氏は、敬遠は1試合に1回にすべきです。球場に来た人たちは、翔平、大谷の打席を楽しみにしています。と提案。こんなことが日常的に続けば、エンターテイメント性が落ちるだけです。翔平、大谷が一塁に歩いている姿は、面白くありません。と話していた。